クジラクジラなんだよね。森本龍太郎が作った平成ジャンプあんじゃん。あるね。その元メンバーの岡本圭人いんじゃん。いるね。父親の岡本健一がジャニーズ事務所とエージェント契約になったんだけどさ、息子の岡本圭人もエージェント契約になるんだって。そうなの？その経緯がおもろいよ。父親がそうなんだから息子のお前もそうしろって事務所に言われたのよ。むちゃくちゃだね。それがジャニーズなんだよ。本人はその契約を望んでいるのかな。ケイトはそもそも自分の意思を持たないんだよ。父親に言われて入所して、事務所に言われてグループを組んで。グループを脱退したのは自分の意思でしょ。そうだな。初めて自分の意見を通したら事務所からソース感を食らったってことや。今は俳優としてやっているけどろくな仕事は回ってこないしね。そうなんだ。つまり買い殺し状態だね。かわいそうに。エージェント契約じゃなくてさ、もう退所してさ、新しい地図に合流すればいいのにね。